皆様こんにちは。京都から参りましたベック十喜小西ひとみです。どうぞよろしくお願いいたします。私は現在、ブレストケア京都でアドバイザー兼、人工乳房の制作をいたしますブレストシリコンアーティストをしております。ブレストケアは今年で2年目を迎えます。スタッフは10名ですが、うち乳がん罹患者は6名在籍しております。乳がん罹患者の就労支援を掲げているのが特徴です。乳がんになっても働ける場所がある、経験者同士いろいろな悩みを話したり支え合うことができる、このような場所があるのは本当に心強いです。ではここで人工乳房の説明を簡単にさせていただきます。人工乳房とは何らかの形で再建が無理な方の医療用のシリコンでできた脱着式の乳房です。取り扱っているのは人工乳房、乳房パッド、ニップルです。温存、全摘、再建、手術されたすべての方に使用していただけます。各医療用の接着剤で脱着でき、つけたまま温泉やプールにも入っていただけます。オーダーメイドの人工乳房ではほくろ、血管まで再現し、リアルさを追求しています。次は製作アドバイザーについて説明させていただきます。石膏で実際にボディ型を作ります。歯の治療で使われる印象剤を使用します。その石膏をベースに左右反転させ、人工乳房を作成する側の乳房を粘土で形成します。その粘土をもとにまた石膏の器を作り、そこに何層にもシリコンを塗り重ねます。出来上がった人工乳房に患者さんの肌の色に合わせ色をつけ、約1ヶ月ほどかけ制作いたします。アドバイザーの仕事では患者さんの傷跡を見ながら、制作中に患者さんといろいろな悩み、乳がんの話をします。乳がんの患者さんにとって人前で裸になったり傷を見せるというのは大変負担で抵抗のあることだと思います。その時に私はベックで学んだコーディネーターとしての接し方や乳がんについての正しい知識、情報の伝え方が本当に役に立っています。話を聞いてもらってよかったわとか、スッとしたわと言ってもらえる時が本当に一番嬉しいです。人工乳房の納品時には出来上がった胸をつけて、胸が戻ってきたわと泣かれる方がたくさんおられるので、ついこちらももらい泣きしてしまいます。私自身も13年前に乳がんになった時に、いつかこの経験が糧になって生かせる時が来ればいいのになとずっと思っていました。今がまさにその時と思って、もっともっと患者さんの気持ちに寄り添えるように心がけて活動していきたいと思っています。最後になりましたが、今後の計画としまして、今年中に関西の乳腺外科病院にパンフレットなどを設置してもらうなど、定型を目標に頑張ってきていました。来年は東京、横浜、名古屋など関西以外にも進出したいと思っています。ぜひこの事業に興味があり協力していただける方などがございましたら、ぜひご一報ください。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは小西さんにご質問のある方いらっしゃいますか。小西さんにというか、どうぞマイクを使ってお願いします。全摘で両胸をなくされた方でも可能ということですか。はい、できます。はい、それはなんとなくこう自分で想像したいような希望の形に、はい、元の胸がないので、反転して作れないんですけども、まあ、ご希望とかそういうのにで、はい、作ります。はい、わかりました。ありがとうございます。両足の方も2件ぐらい 作りました今まで。はい、はい、ありがとうございます。はい、最後に一つ、東京とか地方の方でもお願いできるんでしょうか。お一人っていうのはちょっとまだ会社で相談しないとわからないんですけども、まあ、二人とか揃われたら
出張で作ることは可能だと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ小西さん、終わりになります。ありがとうございました。